ただいまご覧いただきましたように、見事鈴木麻也選手がトータル9アンダーで優勝いたしました。おめでとうございます。大会2日目トップで終えての今朝でした。どんな気持ちでスタートしましたか？そうですね、4打差といっても自分の中ではないようなものだと思ってプレーしたんで、前半一生懸命アンダーを取ろうと思ってプレーしました。ダボを打った時はもう終わったなと思ってプレーしてたんですけど、で前の状態も見えてたんで、そういう状態を見てまだチャンスはあると思ってバーディー取ろうと思って頑張りました。
雨の中皆さんありがとうございました。これからも頑張ります。ありがとうございます。